どいじゃない、彩香ちゃん。結婚式は人生で一番幸せな日のはずなのに、あんたのせいで全部台無しよ。え、どうしてドタキャンなんかしたの？義理とはいえ私たち姉妹なのに、夫の姉の結婚式をドタキャンなんてひどいじゃない。ちょっと待ってください、私はドタキャンなんてしていませんよ。招待状に返信もしていないのに勝手に参加扱いしないでください。はぁ、身内の結婚式なんだから参加して当然でしょ。招待状に返信しなくても来るのが当然。え、なのに姉夫婦の結婚式に来ないなんて、嫁とはいえあなたは私の家族でしょ。親族の結婚式に来ないとか最低ね。他人の式には行きません。は、この言葉覚えていませんか？私が以前律子さんに言われた言葉です。だから私も他人の結婚式には行かなかったんですよ。なんですって？義理の姉妹とはいえ所詮は他人、そんな人の結婚式には行かなくていい、そうリスコさんも言っていましたよね。だから5年前の私とユウスケの結婚式を欠席しましたよね。それは、しかもあの時のリスコさんは私よりひどかったですよね。ちゃんと参加するって返信もあったのに、だから席も料理も全て用意したのに、まさかの当日ドタキャンで、その腹いせに欠席したってわけ？もう5年は前のことなのに。5年も前のことですが、私はあの時の悲しさをよく覚えています。家族や親族、友人のみんなにお祝いしてもらいたかったのに、たった一人で欠席するだけでどれだけ落ち込むことか。あの時の欠席はしょうがないでしょ。私だっていろいろあったのよ。いろいろ？ただ自分より先に結婚式を挙げるのが許せなかっただけですよね。一方的に私にムカついてドタキャンしたって言っていましたよね。ムカついたものはムカつくんだから仕方がないでしょ。私が必死に婚活している時に、しかも告白20連敗中に弟カップルはさらっと入籍して結婚式、そんなの祝う気になれなくて当然よ。だったら素直にそう言って欠席すればよかったのに。直前まで参加すると言っておいてドタキャンはないですよ。それに当日はいろいろと言い訳を並べていましたよね。貧乏そうな結婚式だから一価値ないと思ってとか。それはリスコさんが何か言うたびに私はひどく傷つきました。結局ただの逆恨みだと知った時は呆れて何も言葉が出ませんでした。だからそんなことをする人の結婚式には私も出ないと固く誓ったんです。でも5年前のことなのに。それだけ時間が経っても許されないことをしたと理解してください。それでは私はこれで失礼します。姉ちゃんの結婚式疲れた。これから電車乗って家に帰る。お疲れ様。それとごめんね、ゆうすけが好きにしていいって言ってくれたから私は欠席したけど、そのせいでゆうすけもいろいろとリツコさんに言われたよね。それは全然大丈夫。新郎や向こうの親族、友人もいた手前、結構おとなしくしていたよ。目つきは怖かったけど、俺に直接何か言ってくることはなかったし。そうだったんだ。ならよかった。俺が疲れたのは結婚式そのものだよ。まさかお色直しだけで5回もやるとはな。俺結婚式で5時間コースは初めてだよ。そんなに長かったの？姉ちゃんは昔から結婚願望が強かったからな。結婚式の憧れやこだわりもすごいのは知っていたけど、まさか長年の意味を全部詰め込むとは思わなかったよ。ケーキ入刀もいろんなケーキバージョンで3回もあったし。一周回ってなんだか楽しそうね。まあ本人たちが楽しいならそれが一番なんだけどな。でも新郎の大地さんも疲れ切った顔していたよ。あら、でもあれは誰でもそうなるよな。新郎新婦の紹介ビデオだけで30分ぐらいあったし、親や友人に自分たちの馴れ初めを30分も見せるなんてこっぱずかしくて見てられないよ。もはやちょっとしたドラマの長さだもんね。あれはきっとお姉ちゃんが一人で大暴走したんだろうな。じゃなきゃ新郎までつまらなそうな顔しないだろう。みつこさん、結局最後の方は新郎だけじゃなくてみんな疲れた顔していたよ。特に向こうの親族なんていびっかいて寝ていた人もいたし。それはちょっと悲しいわね。俺も何度か寝そうだったから危なかったよ。それに気づかれてお腹も空いたし、ご飯は美味しかったけど全然足りないや。あ、それなら今夜はこれからラーメンでもどう？ちょうど仕事も終わったし早めに帰ろうかなと思っていたの。それ最高。俺豚骨ラーメンが無償に食べたい。じゃあ駅に集合で。
私も今から帰るわね。あー、ちょっとだけ待って。今篠野大地さんから連絡あった。なんか話があるって。これ電話の方がいいよね。結婚式終わりに話って何かしら。待ってるから気にせず電話してきなよ。ありがとう。それじゃあ終わりしたい駅に向かうから、また後で。あやかちゃん、私あんたに慰謝料請求することに決めたわ。台無しにした私の結婚式費を全額払ってもらうからね。え？私が全額？しかも慰謝料請求ってどういうことですか？あなたのせいで昨日の結婚式は散々だったの。だからその責任を取ってもらうのよ。私のせいで？昨日の式の動画を見返していたの。出席者みんながつまらなさそうな顔をしていてびっくりしたわ。一生に一度の結婚式のために一生懸命頑張ったのに、念願の結婚式だから気合い入れて頑張ったのに、みんなあんたのせいでつまらなさそうにしていたのよ。はあ、なんでそこで私のせいになるんですか？私は結婚式場にいなかったのに。だからでしょ？あんたが欠席なんかするから盛り上がらなかったのよ。新婦の身内が欠席したから。だからみんな気を使って楽しめなかったのよ。私の結婚式が台無しになったのは全部あんたのせいなんだからね。いやいや、それ絶対私に関係ないですから。ただ単に律子さんたちの結婚式はつまらなかっただけですよ。なんですって？ゆうすけから昨日の式について聞いています。なんでも結婚式と披露宴だけで5時間もかかったとか。インド映画もびっくりの長さでみんな疲れて当然です。そんなわけないでしょ。私はみんなが退屈しないようにちゃんと構成も考えたし、ご飯もお酒も妥協せずにいいものを用意した。本当は1日かけてやるところを5時間に凝縮したんだからね。本当はもっとかかる予定だったんだ。だから絶対に昨日の式が盛り上がらなかったのはあんたのせいなの。5年も前のことで嫌がらせなんかしやがって。あんたの性格の悪さが私の大事な結婚式を台無ししたんだからね。だから責任を取って結婚式費を全額払いなさい。全部払うの姉ちゃんだろ。これ以上弟に恥をかかせないでくれよ。え？弟ってゆうすけ？見てられないから代わってもらったんだ。まったく姉ちゃんたらめちゃくちゃなんだから、どうして欠席した彩香が全額払うことになるんだよ。欠席したからよ。彩香ちゃんが欠席したせいで私の結婚式は盛り上がらなかったの。あんただって式場にいたんだからわかるでしょ。あの全然盛り上がっていないしらけた感じ、私の結婚式ああなったのは全部彩香ちゃんのせいなんだから。違うだろ。姉ちゃんの5時間の結婚式はつまらなすぎたからだよ。明らかに自分のせいなのに彩香に責任を押し付けるなよ。はあ、私の念願の結婚式はつまらなすぎたですって。しかもお金まで取り立てようとするなんて、ご周囲が思ったより集まらなかったからって何考えているんだ。彩香は姉ちゃんの便利な ATM じゃないんだぞ。何を言い出すのよ。ゆうすけったら、私はそんなつもりでお金を請求してるんじゃないわ。ただ彩香ちゃんには責任を取ってほしいだけよ。まだそんなアホな言い訳を続けるつもりかよ。確かに結婚式は5時間は長かったかもしれないけどさ、でも飽きないように私はたくさん工夫したのよ。どこにそんな工夫があったんだよ。新郎新婦の紹介ビデオは30分、姉ちゃんのお色直しは5回、ただ自分がやりたいことを詰め込んだだけだろうが。しかも新郎の大地さんの意見も聞かずにな。え？大地さんから話は聞いたぞ。本当はあんな5時間の結婚式大反対だったそうだな。でも姉ちゃんが一歩も引いてくれなくて諦めたって。全部姉ちゃんのご利用して進めたらしいじゃないか。ご利用しちゃないもん。ちゃんと話し合って決めた結婚式だもん。話し合いっていうのは建設的な意見を出し合うことを言うんだよ。姉ちゃんの場合は反対されたらヒステリックに号泣してご利用し、大志さんが諦めるのをひたすら待っていただけだろうが。なんであんたがそんなことまで知ってんだよ。全部大地さんから聞いたって言っただろ。実は結婚式終わった後、大志さんから連絡があってさ、誰でもいいから俺の話を聞いてくれって電話があって、散々姉ちゃんの愚痴を聞かされたよ。なんですって？大志さんだいぶ参っていたぞ。もう話し合いも疲れて好きにしろって言ってしまった。でもこんな最悪な式になるとは思わなかった。後悔しているし、もうどうしようもないし心が折れたって。後悔ってそんな、新婦が頑張った結婚式なんてことを言うのよ。違うだろ。姉ちゃんが新郎になんてことを言わせたんだよ。え？何度説得してもお色直しの回数も時間も減らしてくれず、結局結婚式費用は予算の3倍近くに膨らんだそうだな。それは
でも姉ちゃんが増えた分は全額私が払うからって言ったんだって。当初の予定だと結婚式費用は200万で2人それぞれ100万ずつ、それが最終的には姉ちゃんが500万も払うことになったとか。けど結局貯金が足りなくてご祝儀頼みだったらしいな。でもそのご祝儀も想像の半分も足りなくてブチギレ、直前で大地さんに支払いの負担をお願いしたそうだな。 だってまさかあんなに少ないと思わなかったんだもん。みんなにはそれなりに豪華な結婚式だからって伝えておいたし、ご祝儀一人10万円ぐらいは持ってくるかと思っていて、その計算だったら足りるはずだったの。ご祝儀10万円も包むわけないだろ。招待客の方から豪華にしてくれって頼んだわけでもないし、勝手に豪華に、そして5時間の結婚式にしておいて金をせびるな。せびるなってそんな。姉ちゃんが昔から結婚式に憧れを持っていたのは知っているよ。いろんなこだわりを詰め込んだ式にしたかったのも理解できる。でも結婚式は隣に笑顔な新郎がいてこそだろう。少しは冷静になってくれよ。このままじゃ姉ちゃんマジで捨てられるぞ。え？昨日大地さんが言っていたんだ、散々式の愚痴を吐いてから。俺今更だけど離婚してもいいかなって。何ですって？何一つ自分の希望の結婚式じゃなくても大地さんはみんなが楽しめる結婚式ならよかったんだってよ。でも当日のあのつまらなさそうなしらけた空気、しかも義妹のせいだとか言い出すし、ご祝儀も足りないとわめき出すし、一気に姉ちゃんへの愛が冷めたって言っていたぞ。そんな嘘でしょ。だって私たちは昨日結婚式を挙げたばかりなのに。でもそれ以上に花嫁が最悪だったんだから仕方ないよな。大地さんが費用の追加負担を断ったらすごい顔で睨んだらしいし、しかもこうなったら義妹から少しでも金を引っ張ってやるなんてことも言っていたらしいな。そんなことを俺がさせない。まずは夫婦間で今後のことを話し合うんだな。姉ちゃんはこんなところで潰す時間なんてないはずだろう。え？それじゃ離婚されないように頑張れよ。お願い、彩香ちゃん、どうか大地の説得を一緒に手伝って。え？私あの後大地に言い渡されたの。結婚式挙げたばかりで申し訳ないけど離婚してくれって。私たも夫婦でいたくないと言われたの。あら、それはお気の毒に。大地私にドン引きしたんだって。結婚式に憧れがあるところは女の子らしくて可愛かったけど遠くしすぎていて逆に怖かったって。しかも親族や友人からも時間が長すぎてクレームがあったらしくて、これだけ恥をかかせられてもう夫婦として一緒にいるのは無理だって。本当に想像以上にヤバかったそうですね。いろんな意味で行かなくてよかったです。でもしょうがないと思わない？私は本当に小さい頃から結婚式に憧れがあったの。やりたい演出とかたくさんあったの。その気持ち同じ女として理解できるよね。まあある程度の理解ならできなくもないかな。私にもドレスへのこだわりとかありましたし、それでわざわざ遠方のドレス会社から取り寄せたりとか。だよねだよね、女の子ってそういうものよね。だからそれを彩香ちゃんからも大地に話してほしいの。え？女の子の結婚式の憧れがどれだけ強いものか。ボスした私もちょっと悪いけどさ、離婚するほどのことじゃないって話してあげてよ。どうしても話してほしいというならいいですけど、でもその代わり私が欠席した理由も話しちゃいますよ。え？女の子にとってどれだけ結婚式は楽しみで大切なものか、それなりに話せますけど、だからこそ全部言っちゃおうと思います。そんな結婚式を私はリツコさんに台無しにされたって。それでもいいなら協力してもいいですよ。いいわけないでしょ。ふざけんじゃないわよ。そんなことまでバレたら余計に大地に嫌われるじゃない。その様子は私が欠席した理由は何も話していないんですね。ただ失礼な義妹がドタキャンしたと話しているんでしょうね。それはでもそうするしかないですよね。本当のことを言ったらさらにドン引きされちゃうかもですし、っていうか余計に離婚したくなりそうですよね。あのさ、どうかそれは話さない方向で説得できないかな。5年前のドタキャンは謝るからさ、当事者になって身内が欠席する悲しさを思い知ったの。5年も経ってようやくですか。でもさ、いろいろと私の背景も汲み取ってくれると嬉しいな。前にも言ったけど、あの時は婚活20連敗中で荒れていてさ、それでついドタキャンしちゃったっていうか、決して悪気があったわけじゃないのよ。そういうところですよ、リツコさん。だから離婚言い渡されるんですよ。
え？自分の事情で周りに八つ当たりしたり巻き込んだり突っ走ったり、相手側の気持ちなんて一切考えない、そのくせ自分都合の事情を話せば許してくれると思っている、その浅はかさにもう大地さんは呆れて離婚を決めたんだと思います。もう結婚式はどうのこうのの話じゃないんですよ。そんな私分かりました。きっと私が説得しようとしても無駄ですね。大地さんは離婚の意思を変えないと思います。というわけで説得の協力はお断りさせてください。嘘でしょ。じゃあこのまま私が離婚することになってもいいの？いいんじゃないですか。所詮律子さんは他人ですし、どうなるか私には関係ありません。え？そうですよね、律子さん。では私はこれで失礼します。どうぞお一人で説得頑張ってくださいね。律子さんは必死に夫の大地さんを説得したようですが、ごめん、もう本当に無理なんだと一切話を聞いてくれず、最終的にそれぞれの両親、そして弟である祐介までもが大地さん側につき、逆に律子さんが全員から説得される始末に。最終的に泣く泣く離婚届にサインすることになり、自分の憧れや夢を全て詰め込んだ5時間コースの挙式費用は全額律子さんが支払うことに。せっかくのご祝儀も全て返金することになり、律子さんは貯金ゼロどころか私物も全て売って無一文になったとか。結婚式直後の離婚がかなりショックだったらしく、今はご実家で静かに暮らしていると聞いています。最後までご視聴いただきありがとうございました。この動画がスカッとした方は高評価ボタンを、それ以外の方は下のコメント欄でご意見をお聞かせください。チャンネル登録もよろしくお願いします。あなたの評価やコメントが今後の励みになります。また他にもあなたをスカッとさせられる動画がたくさんありますので、当チャンネル内の動画をぜひご覧になってくださいね。それでは次の動画でお会いしましょう。緑のネタ帳でした。